2号線に停車中の電車は準急京都河原町駅です。途中の高槻市まで確認到達し、高槻市で東北方面電車と通勤特急に連絡します。次は上新町に停まります。京都方面へお次のお客様はこの電車にご乗車の上、途中の高槻市で通勤特急に乗り換えると早く着きます。ご乗車の上、車内にてお待ちください。